トーマンバナナの跡地を耕して銀バナナの粉へを植えたのですが、トーマンバナナを掘り上げた時には右側にこのような竹の根茎で、左側にももう一つ竹の根茎が地中数センチメートルから10センチメートルまでのところを通っていて、トーマンバナナの根茎が両側で竹の根茎に挟まれていた感じだったんですね。それでこの辺ももうちょっと耕してあげなきゃいけないと思って、銀バナナを植えたところから西の方に1メートル20センチぐらい離れたところに台湾の台湾バナナの親子株があったのですが、周りだけでも少し耕してあげようと思って、この根切りでですね、周りを掘っていったら、なんと親と子の間にこのような竹の根茎が地中で通っていたんですね。それでやむを得ず親子ともども掘り上げて、親株はまあこちら側に、それから切り分けた水芽の方はこちらに、ちょっと間隔を空けて植え直したんですね。まあ両根茎の両側を竹の根茎が通っているというのも具合悪いですが、親株と子株の真ん中の地中を竹の根茎が通っているというのも具合悪いですよね。そして今映っている左側の水芽を切り分けた時に、親株の方に水芽がさらに何個かできているのを確認したんですね。で、親子を切り分ける時に、そしてまた竹の根茎を剥ぎ取る時に一つ水芽をダメにしてしまったんですが、まだ2本ぐらいは水芽が出てくるように思うんですね。まあ、こういう状況を見ますと、周り周辺の笹がいっぱい生えているところに植わっているバナナたち、島バナナとかベジタブルバナナとか、まあ、そういうものの周りももうちょっと丁寧に耕してあげないと、トーマンバナナの二の舞になるのではないかと思いましたね。まあこの辺を耕すのはかなり時間がかかるんですが、あとそちらの竹を伐採していく仕事ですね。まあこれだけ今述べたような作業だけやっていくと、ここにへばりつかないといけませんので、まあ少しずつやるより他ないですね。まあ今日もちょっと竹を少し切るのと、この辺を耕して、キウイ畑から掘り上げてきた
島バナナの粉やですねをどこかに植えようと思っていますね。まあここから見ますと銀バナナとその向こうに台湾の台湾バナナの親と子が見える位置になっていますね。